皆さん、なんとですね、あの大人気シリーズが帰ってきました。はい。今日のリクエストはですね、目をつぶって、山から下山してくださいってことでね。はい、やってきました、山に。まあ、レベル1ってことでね、一番高い山はあっちなんですけど、まあ、ここレベル1で、あの奥に見えるあの山がレベル2で、こっちがレベル3くらいかなって感じで、まあ、初級ね、ここをね、パパッとクリアして、まあ、あの一番高い山も行こうかなと思います。はい。で、まあ、ルールとしてはですね、この車に乗って、まあ、指定はなかったんで、この車に乗って、まあ、下まで降りて、目をつぶって下まで降りて、ドヤ顔してやろうかなっていう。あ、ちょっと待って。もう、ちょっと落ちそう。ちょっと待って。目をつぶって下まで降りるってことだよね。自分でね、なかなか操作できないんで、まあですね、で、車だから基本は、多分死ぬことはないと思うんで、あと落ちるところだけをちょっと選んで、最初にこれは選べるんでね。これ選べないと終わるんで、どこへ落ちたらいけそうかな。こことか案外いけそうだけどな。あ、こっちいけそう、普通に。あ、いけそう、いけそう、いけそう。じゃ、こっち向いていこう。もう行く方向は決まったぞ。よし。では、第2回ですね、目をつぶってシリーズ。まさか第2弾があると思っていなかった。俺も思っていなかった。はい。ちなみに第1弾はですね、目をつぶって警察から逃げるっていうね。で、ハイド1、2は逃げられましたが、果たして3話っていうのは、まあね、動画を見ていただけて、見ていただければ、僕のチャンネルに動画あるんで、ぜひ見てください。はい。で、その動画を見ていた方にしかわからないんですが、みかんっていうコメント本当にありがとうございました。はい。嬉しかったです。はい。では、やっていきましょう。では、早速目をつぶって、目をつぶります。シャキーン。ね、目をつぶるのに効果音まで入れていきます。はい。では、目をもうつぶってるんで、さあ、早速行きたいと思います。はい。もう本当にね、これね、マジで、何もなくて。で、前回ですね、コメントでですね、大げさって言われたんですけど、仕方ないよね。一回やってみ？そういう反応になるから。大丈夫かな、今。どうなってる？うお！え？爆発した？高く飛びすぎた？最近の悩みは、花粉症、ポッキーです。はい。ちょっとさっきね、飛びすぎちゃったのかもしんない。ちょっと確認してないんでわかんないですけど、多分飛びすぎた。ちょっと高かったか、ここは。そっか。じゃあこっち行こう。あ、もう分かっちゃった。もう作戦決めました。なるべく段差を減らしたいから、ここまっすぐ行きます。で、こう曲がっていく。ね。もう俺の予想ではもうあっこら辺までもう行ってもうあっここでウハウハみたいな。いけそういけそういけそう。やっぱ作戦練らないとね、ちゃんと。無謀に行ったらダメってことだった。ちょっと車だからでちょっと調子に乗ってたわ。よし、じゃあ行きたいと思います。はい。どれくらいかなあれ。50メートルくらいかな。うん。じゃあ行きましょう。目をつぶります。シャキーン。痛いな、この交換。まあ、いや、行こう。スタート。さあ、どうなる？まだ、大丈夫。まだ、あんまりスピード飛ばさなく。OK。何？どうなった？大丈夫か？大丈夫？どうなってる？なんかすんごい音聞こえないか？どうなってる？ちなみに前回ですね、僕が目をつぶってる間にすごいミラクルなことが起こったんで、これどうなってるかな？ちょっと待って、わかんないね、ほんとに。でも、動いてるな、一応。てか降りてるよね、これ。上がってるとかなったら最悪なんだけど、これ。目を開けたら頂上にいたみたいな、最悪なんだけど。どうなってる？あ、でももしかしたらもう降りてるかもしんない。目開けていいですか、ちょっと。3、2、1、はい！これもめっちゃ惜しいな、これ。ちょっと待って。ここゴールじゃん。え？マジで？あ、これ。やっちゃった。あ、めっちゃ。イェーイ、クリアー！うわー！ちょっと待って。でもクリアでしょ。誤差10メートル以内はクリアですよね。皆さん。ですよね。そうだよね。やったレベル1クリアです。はい。もうこの顔に免じて許し、クリアってことにしてください。この顔に。この顔に免じて、こいつの。このフランクリンのこの顔に免じて。では、レベル2に行きたいと思います。はい。レベル1はクリアっていうことで。いや、でもよく降りてこれたな、俺。
何回かなんか手こずったけど降りてこれたんだな。うん、車だいぶボロボロだけど、レベル2に行きたいと思います。ウィス、僕です。レベル2にやってきました。レベル2は結構なんかさっきよりなんか低い気もするけど、だいぶなんか崖っぷちなんで、本当になんかさっきみたいに緩やかじゃないんで、本当全部がどうなるかなーって感じですが、やっていきたいと思います。はい、ここ行けるかな。なんか死にそうだな。お、第一村人発見。こんにちは。で、こんなんやってる時間ないんですよね。なんか写真撮ってるぞあいつ。でも写真撮ったよなお前。そんなに変だった俺。まあ、いや、こっち側行こうかな。こっち側なんか緩やかっぽいしな。では目をつぶって早速行きたいと思います。はい、レベル2もサクサクってクリアしちゃってね、レベル3が多分本番だと思うんで、まあね、練習がてら行きたいと思います。じゃあ目をつぶります。ガチャ、ね、目をつぶる効果音ガチャに変わりました。さあ行きましょう。本当にわかんないんですよね。だからあんまスピード出しすぎたらダメなのかもしれない。逆になんかすんごい飛んでない？大丈夫か？なんか、大丈夫か？大丈夫か？めっちゃ飛んでる。ほらねー、チャ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 。どうも僕です。なんかここにバイクが置いてあって、もういかにもこっから行けみたいな。もう俺もこっから行きます。はい。なんかでもここもゆっくりって降りられそうなんだけど、爆発しないかなっていうね、ちょっと恐怖があってハラハラドキドキです。はい、なんかここはもう携帯のあれが立ってますね。多分携帯の電波塔が au かな、ドコモかな、ソフトバンクかな。ちなみに僕の携帯はね au なんで、はい、まあ、特に今言ったことに関して意味はありません。はい、ではやっていきたいと思います。さあ目をつぶって、目をつぶる音はジャリンって。このコーナーいらないな。行きまーす。ゆっくりね、行こう。ゆっくり。もう、あんまり飛ばす必要ないんだよ、このゲーム。ほら。ほら、優しくね。案外行ってるんじゃない？よし、行こう。これ止まったら、またアクセル踏むみたいな。別に早く降りろみたいなことはないからさ。下までつけばいいんですから、このゲーム。ちょ、大丈夫か？でもあんまり高いとこから落ちると、あ、これ止まってるな。バックして前に行く。曲がって前に行く。これが、まあ、ベテランの技ですよね。目をつぶって回の。目をつぶって回ってなんだろう。俺だけしかいないだろうな。一人の世界なんだろうな。バックだな、多分。で、一旦前に行く。よーし、降りろ。さあ、降りてくれ。いやいやいや、止まってるぞ。なんか多分前行っても後ろ行っても、これ、止まってるな。目開けていいですか、ちょっと。せーの、はい。あーね。あー、これは、あ、セーフだ、これ。クリアだ、これ。もうここですもん、下が、ほら、言うたら。あ、やった、またクリアした。ありがとうございます。レベル2クリアっていうことでね。はい。苦情は一切受け付けません。はい。では、次行きたいと思います。レベル3。お前だ、次倒すのは。お前だぞ、そのお前の山だ、それ。お前、でかいな、お前。怖いわ、ほんとに。行きたいと思います。はい。さあ、やってきました。レベル1。レベル1じゃない、レベル3。下がってどうすんだ、レベル。レベル3です。はい。一番高い山、チリアド山にやってきました。え、チリアド山だっけ？チリアド山ですね。チリアド山にやってきました。さあ、ここが一番自転界で高い山なんですけど、まあ、こっから降りるのは、だいぶ至難の技なんだよなーって思いますね。はい。正直言って多分、目を開けた状態でも降りるのが難しいんじゃないかって言われてる、ここにね、目をつぶって、目をつぶり界のね、第一人者の僕がね、行きたいと思います。ちなみに、目をつぶり界僕しかいません。はい。じゃあやっていきましょう。目をつぶります。はい。目をつぶりました。もう効果音とかなしでいきまーす。もう何も考えずに行く。こういうのはやっぱ、なんていうの？頑張りっていうのは多分反映されないと思うんだよね。なので、もうね、自分を信じてね、生きてと思います。はい。次、タイヤから降りたら、だから止まってないか。タイヤから降りたら、爆発しないっていう実験結果をね、ちょっと前の動画で出したんで、まあタイヤをね、あ
で、こう、なるべく体から降りるように、こう、努力して、いいと思いますが、またパソコンが重いな。最悪だな、これ。最悪。目は開けてません。OK ですかね。映像が、大丈夫かですか？大丈夫かな？大丈夫じゃないな、俺多分。降りれてるのかっていうか、俺は。出てくるよ。え？バックしても、え？ひっくり返った？ワンチャン。これ止まっててずっとやったらこの動画飽きるよね、みんな。大丈夫か、ほんとに。わかんない、わかんない。わかんないぞ。え？今、完全に石の落としたな。石の上歩いてる。石の上走ってるんだよ、俺もしかしたら。だから、キューって言ってたよ、今。止まってんな、これ完全に。バックして。どうだった？どうだった？電車？待て待て、電車？え？怖っ。でも電車ってことは折れたんじゃないの？目開けていいっすか？ 3、2、はい。これは、どうなんだ？え、まさか？レベル3クリア？あ、ちょっとね、危ね。パソコンのなんかあの画面が黒くなるやつが発動した。あ、やった！え、降りてる。なんかすごい、スマートになってないか、この車。なんだ？危ねえ。っていうか、電車に当たればよかったな。っていう、この、オチを気にしていく系、実況者。なんだこれ、まっすぐ進めない。ちょっと待って、これ驚きの車なんだけど。ま、ちょっと待って、まっすぐ進めない。あれ？なにこれ？え？待って。これ判定ないぞ、これ。あ、あるわ。あれ？さっき判定なかったのよ。これ乗れない。あ、乗れなくなったかも。あれ、乗れない。三角押しても乗れない。はい。ということでですね、乗れなくなりました、これ。こいつ。いや、でも、頑張ってくれた、この車は、ほんと。ドアは、ちょっと閉めときましょう。はい。で、ですね、チリアド山から目をつぶって、下山するは、できるっていう結果が出ました。はい。なんか結構前回の目をつぶって逃げるシリーズの、警察から逃げるっていうのはだいぶ難しかって、レベル3もクリアできなかったんですけど、下山はレベル3クリアできるってことで、ぜひ皆さんもやってみてください。はい。誤差は10メートル以内はね、OK ってことなんで。はい。ということで、今日はこれで終わりにして、また次回お会いしましょう。ボッキーでした。バイバーイ。